ション。遅い、次に入んのが。おー、どうした？ヒュン。ヒュン。ヒュン。ちょっと広すぎた。曲がるね。どこ見てんだ。そう、これがダメだっつって、これがスピンかけるときに体全体でかけちゃうから、まあずれちゃうんだね。くめくめ、ここ、はい、小林さんね。ちょっと軸全体がね、スキーの向きも膝、腰、肩って、これ全部が回っちゃうのね。ここをね、今かかとの位置止めて、打ち方止めて、真ん中だけギュッて行くわけね。この方がいいでしょう。うん、さっきよりいいけどね、まだガツッといくよ。すねの角度もうちょいいる。クラウチング、頭の位置ね、これちょっと高すぎんだよ、これ。そう。そう、これぐらいならまだ許容。これがダメだって、これが。これもダメだって。また始まった。うわら。ね。少しね、曲げに行った方がいいわ、小林さん。こう突っ張りすぎてて、こうしてんだろうね。さあ、マニュエルフェラー来ました。おーっ、ちょっと絞らなきゃダメ。もうちょっと足元の角度いくよ。はい、ほら、無防備な組、スタンス広げてちょっと重心落とすの。風強いね。ザクッと、ザクッと、まあ、巻き取るように。あ、ポール当たってない。ほらほら、パッといらないじゃん。当たってません。当たりました、ようやく。おっ、 OK。 そう、立ててついちゃダメなの。こうやってハの字にしといて。当たってない、当たってない。ポールきたれー。当たっ、片半した。人生初の片半じゃない、これ。エッジング良くなってきたじゃん。ただ連続性はない、ね、強いよ。
ね、ずわーって前半から削り込んでいく。前半が大事。ついてないね、ちょっとね。滑らかになってきた。滑らかになってきたよ。そうね、だんだんちょっとそれっぽくなってきた。OK。 ちょっとエッチング弱くなっちゃったの、逆にね。おー、片半だ、また。